5秒前マエル。おそステーション 今週もやってまいりました。お帰国ステーションの時間です。今週の放送をお届けするのは、ひよりこと。知念と。もえです。はい、ということで、この三人で、今週はお届けしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。ちょっと知念久しぶりじゃないですか。<laughs> と <laughs> まあね、いつぶりかな。<laughs> 久しぶりなんだけども、<laughs> さっきあのー、五 <laughs> 代目リーガルのやつにも出してもらって。ええー、そ二本目。えーそうそうね 2本目だねから、なんか暴れるって言ってたよ、さっき。え、違う違う、やめそう、暴れないから、それら言うのはやめて、大丈夫だ全然緊張してますよ。ちなみに今日のシャツのポイントは今日のシャツはね、前回きたときと一緒のやつなんですけど、やっぱり日曜日ということで、青。じゃあ、待って、全然意味が分かんない、ちょっと日曜日イコール青みたいなさ、当たり前じゃないから、それ。嘘俺の中で日曜日と水曜日青。 水曜日は何となくくる,るえでも水曜日って土曜日じゃない普通、うん、土曜日はだってほらカレンダーで青色に書かれてるじゃん日曜日赤で書かれてるよえー違う違うんだよ <laughs> じゃあ土曜日の方が赤にすべきなんでなんでなんで土曜日って遊べるし次の日も休みうん、うん、もういいことしかないうん、うん、だから赤さおー 言いいたことわかる俺の理論あっ何かんか撮影してるから赤色みたいなそうそう日曜日だったら遊べるけど夜遅くまで遊べないだって月曜日があるから次渋まらないといけないからそうそう青うん違う 答えだったからあの固定概念にとらわれすぎああごめんごめんとらわれてちゃ反省して反省して来週のね服装もちょっと楽しみだねみんなじゃあなんか日曜日はもう青って決まってる決まってるのえそうなのなんか青のさ深みとかもちょっと変えていったらいい色違う青みたいな色違うちょっと深みのかかった青とかさあはい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 わかったわかったじゃあ来週期待していきます期待してきますお願いしますはいということで早速なんですけど今週のテーマが幸せ せということでいいねこのテーマ。話すだけですごい幸せな感じになるんですけど、あアドレス一旦そうだね紹介しようかなじゃ一旦えっと FM 小座のアドレスを紹介したいと思います。FM 小座ではメール募集しています。メールアドレスが761 at mark fm すいません761アットマーク fmcosa.jp761 <laughs> アットマーク fmkoza.jp で皆さんからのメール などもお待ちしてますので、送ってきてください。お願いします。お願いします,しますごめんね、ちょっと知念にかぶっちゃったね。<laughs> ツイキャスでね。ツイキャスで被っ,<う>っちゃいました。ツイッターのはい。あ,あ、ツイッターのアカウントも紹介したいと思います。えっとですね、私たちお帰国ステーションでは、ツイッターもやっています。ツイッターのアカウントが、<laughs> アットマーク、おきすてに、アットマーク、 小文字で OKISUTE、OK、数字の2で検索していただければ「お帰国ステーション」のアカウントが出ますのでそちらもぜひフォローなどお願いします。お願いいしますはい、ということで今週のテーマは「幸せ」ということで早速ね「幸せ」ってなんだろうっていう概念から、はい、説明してもらおうかなと思います。幸せの定義ととははお金持ちにななることではない 幸せの定義とはかわいい彼女や彼氏を持つことではない幸せの定義とはごちそうやおいしいものをたらふく食べることではない幸せの定義とは現状に満足しもうこれ以上の上を目指さなくなることであるつまり幸せだと思うのも不幸だと感じるのも周囲ではなく自分の気持ちの持ちよということであるあなたにとって何をすれば現状に満足し上を目指さなくなる のでしょうか <laughs> その現状に満足し上を目指さなくなった状態があなたの幸せの定義です。 これが幸せの定義ですねなるほどそれねなんか幸せってさすごい漠然としてるけど定義って改めて考えたことなかったからそういうの聞くとあなるほどねってなるね気の持ちようだよ幸せはいっぱいあるんで周りに溢れてるよね気づくか気づかないかなんだよ確かにってことでみんなのんか幸せ気づきました 気づきまえっとね今バイトやってないんですけどバイトやる前ねあバイトやめる前バイトやってた時この拘束時間も長いし年金も多かったんでコンスタントに平均13万ぐらい稼いでたわけねやばいよねやばそれで今バイトしてなくなって13万から一気にゼロになってそうだねそした時にお金の価値に 気づいたみたいな。今は百円でもでかいし、でかいね。前はもう千円とかパバって出しちゃうみたいな感じだったんだけど、こうあの今はこのお金ないからお金の価値観が再確認できて、それがねそれに気づけたことが俺今幸せだ。おおいいこといいねいいこと聞こえてるじゃんいいいいじゃんいいやつとか言ってるけど一応なるほどねそうね。 そういった意味ではなんかバイトをやめてなんか得たものも大きいっていうか確かにねなんかこんな小学生の時とかはさうん、うん、お手伝いして10円もらうのが嬉しかったったなのに今ってさ1000円でもちょっと何もできないみたいな、ねうん、ご飯食べに行ったら終わりっていう,うん、うん、年齢が上がるにつれてさなんか、ね、お金のありがたみっていうかそういうのがね。やっぱり いいこと気づいたいいことに気づきましたねそうそうだから今幸せなんだ一応お金は欲しいけどねお金は欲しいけどあするよするよそろそろするんだけどでもお金がないなりにね幸せってことよね遊び方も気づけたしねお金ないけど喋ることはできるし体を使うこともできるうん 鬼ごっこ。え、本当になんか一緒にやってくれるお友達って。もういるし。えーかわいい。友達で。鬼ごっこしよう、みたいな。鬼ごっこっていうか、逃走中みたいな。逃走中か。街で、勝手に、そう、ハンターと、あれ作って。街でやってんのそう。ボール当てみたいな感じでやってんの鬼ごっこする人、この指とでキッ。 っっちゃうぞててやんの懐かしいなまあそうまあうんそんな感じかな懐かしいえ何名ぐらいでやってるのそれあ大人数の時は1四1 5名とかすごいいいね何かそういうさ遊ん友達がいるっていいよねねんそうだね鬼ごっこしたい久しぶりにんか私鬼ごっこってんか思い出っていうか毎回鬼になるわけ必ず。 <laughs> だってさ、私あの、すっごい運動音痴で、うん、あの最初は鬼じゃなくても 1>,、うん、1分ぐらいしたら鬼になってるわけよ。あー、なるほど、最初の条件で負けたから鬼ってわけじゃなくてタッチされる,捕ま,る、ね、捕まって鬼になって鬼になった後から誰も触れないわけ。うん 全然追いつかなくてそしたらなんかみんな優しいから「触っていいよ触っていいよ」みたいな感じで手を差し伸べてくれて「ごめんね」とか言って触るっていうで私は足遅いからみんな触れると思うんだけどあえて触ってこない気遣いでそううそり子は追いかけちゃダメみたいな。 っていう気遣いをされて、あーみんな優しいなって思う反面、ちょっと悲しいなっていうのをね。いあ、んな、こんないい友達持っても幸せ者だね。えー、<laughs> これも幸せエピソードだっていこれも幸せだよ。そうだよ。<laughs> えー、で、私が最近幸せだなって思ったのが、うんうん、なんかね、ライカムのフードコートでご飯食べてた時に、うん、隣の席に3名ぐらい女の子が座ってて、で、まあ友達みたいな感じだったんだけど、途中で男の 男の子が高校生ぐらいかなの人が来てうん、うん、その3人のうちの1人の女子となんかちょっと楽しそうな感じで喋ってるわけ、うん、でもなんかちょっと距離は感じるわけこの2人の間にねだけどだか照れながらも楽しそうな会話をしてて <laughs>、うん、そしたら後の女子2人がなんかちょっと雰囲気を察したのかうん、うん、あじゃあ帰るねみたいな感じで帰って。<laughs> でなんか2人残されて男の子と女の子が、うん、でえなんで帰ったんだろうねみたいない知らないしとか言いながらちょっと内心なんか嬉しそうな顔をしながらあじゃあ水槽の前でみたいな男の子が行ってはい、はい、オッケーオッケーって女の子が行ってで男の子はいったんね水槽の前に行ったんだろうねって言って、うん、女の子もその後にちょっとに、ね、何分かして時間を空けて行きましたよ。 っていうのを見てて、私は幸せそうだなって思った。<laughs> そうだね、<laughs> 最近ね、そう冬だった時、うん、もう開けちゃったけど、うんうん、冬だった時にカさしてさ、うん、二人でなんか歩いてるカップルをよく見かけたんですよね。それ見てたら、うん、なん 笑顔で笑顔なんだけどなんかにたにたの笑顔みたいなちょっと隠しつつ照れつつみたいなそれ見るとちょっとこっちも恥ずかしいっていうか何ていうか照れるというかそういうね経験したかったなじゃあんかさ土曜日梅雨で雨すごかったじゃんそうだねそうで私傘壊れて10分ぐらい一人で傘ささずに歩いてたのじゃ内心ちょっとなんか 誰かさしてくれないかな。刺してくれるんじゃないかなって期待しながら歩いたんだけど、<laughs> 誰も刺してくれなかったそれはね。<laughs> <laughs> 誰一人として、刺してくれなくて。うんうん、なんかそう、可哀そうだなって自分で思いながら、歩いてましたよ。あ、じゃあ,じゃあ幸せエピソードだよ。ちょっと、<laughs> ち,ょっとちょっと。<laughs> エええー、萌えは。なんか。いっぱいあるよ。お、もうちっちゃい幸せ、いっぱい気づいて、もう。気づいてっていうかも、本当にちっぽけなんだけど。うんうん、普通に。いっぱいある。 いっぱいある。例えば、例えば。例えば、一番最近だったら、友達が誕生日だったんです、親友が。親友が誕生日で、その誕生日来る前に、フェイスブックでその親友の彼氏からなんか友達申請来てて、メッセージが来て、すぐ、なんか、 サプライズしたいからメッセージとかってもらえないみたいな集めてて自分もいろんな人に声かけてこの写真とこのメッセージいただいて送ってでその後昨日、おとといぐらいに渡したみたいなしてこの彼女の方自分の親友の方からありがとうみたいなして。 で反応がまず可愛いじゃないですかもうありがとうみたいに幸せいっぱいみたいなうん、うん、だしまずこんなことしてくれる彼氏。 素敵だし。素敵だね。そうそうそう。で、この彼氏ともツイッターで友達になって見たら、なんかこのしょっちゅう彼女のね、ツイートをしているわけよ。はいはいはい。彼女マジかわいいみたいな。呪けてるわけ。でもこれって親友のだから、なんかああ、親友も幸せになってて幸せだなっていうので幸せを感じて。 いいいいるるってうねわか自分自身の幸せも一応幸せだけどそういう大事な人の幸せってねすごい幸せ感じるよかったって思ったいい人でいい人でよかったいい彼氏と巡り合えてよかったなって思うよね安心したよいいなそういうのいいないうらやましいなでもお家にもいっぱいあるよね 幸せ。おうちにね、転がってるか。日常が幸せっちゃ幸せか。相談よね。ささいなことがね。考えようによってはね。うん、感じる。学校とか歩いてて、一人で歩いてるなんに、遠くから、日和子って言って、手を振ってくれる友達を見た時に、あ、幸せ。わかる。わかるよ、なんか。なんかさ、なんだろうな。 <laughs> それってさ声をかけなくてもいい状況なわけよ、うん、ま一応友達いるなぐらいで通り過ぎてもいい状況だけど、うん、そこを遠くからでも叫んでくれるっていうこの友達がいることに。うんうんうん めっちゃ幸せだなって、しみじみ感じた。わかるなんかね、授業中に友達がくだらない話して盛り上がってるのを見るだけでも幸せ。平和。幸せって。なんかさ、大丈夫かな病んでない病んでるのえ、ど、うなんか、知念あ、どうちにいらな線で、どうどうあま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 あ。えーとね。 小さな幸せを感じやすい人ったい,いんじゃないかなそ,そっちの方が楽しいしね人生年、ね、は感じな,いのなんかいやーこのなんていうの小さいやつよりも <laughs>、うん、でっかいの1個あったらもうずっと幸せタイプだからでっかいのないのエピソードあと俺が理想の今一番幸せだなって思える瞬間があってうんうん,、うん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  仕事とか何でもいいや運動とかでもいいけどうん、うん、なんか疲れ切った後に友達と飯食って、うん、でそのまま風呂行って、うん、サウナ入ってすっきりした後にビール飲むのが一番絶対最高だと思うビール <laughs> 俺の幸せは多分それピークそれだと思う一年ビール飲むんだ普通にそこそこにねまずねあーそっか か<う>ビール今,、うん、今お金ないからできんけどそあそうだねうビールは高級だねそうだった今の一番の幸せはお金がお金のありがたみを感じるそうそうそれが一番幸せ、うんうん、いいね。 えー、そういう感じでね、みんなそれぞれエピソードがあると思うんですけど、うんうん、なんかね、幸せのいろいろ名言があるみたいなので、うんうん、ちょっとモエに紹介してもらおうと思います。はい、幸せを教えてくれる名言っていうサイトがあったので、ちょっとこういうの見るんだよね、たまに暇になったらネットダイビング、インターネットダイビングっていうの。ネットサーフィン。してうん、うんうん この幸せみたいな検索するで、時間潰してるんだけど大丈夫んんんでででななないいい何回か気になる、大丈夫、大丈夫、名言いろんな名言があってなんかはってするような名言がたくさんあってとりあえず、まあもしかしたら当たり前って感じちゃうかもしれないけど。 教えまますすねお願いします幸せを数えたらあなたはすぐ幸せになれるショーペン・ハウエルっていう人が言ってるんですけど数えたらね周りに幸せはいっぱい転がっていて、うん、肝心なのは今自分が置かれた環境の良さを見つけることだそうですあ<ー>明日なるほど、ね、世界に大きな戦争が始まれば、うん、今日までの日々はとっても幸せで最高だったことになる っていう意味が深い深いよね幸せってなかなかねなんか多分今も幸せなんだろうけど気づかないよねそれを幸せって思わないよねそうそうそう斉藤和人さんが「幸せの道は前ではなくて後ろにできるの幸せだ幸せだ」って歩いてきた道が幸せの道になるの ああ、なるほど <laughs> <laughs> <laughs>。はいはいはい、はい。我々は忘れがちだが、うん、幸せはないものを手に入れた結果になる、あ、ないものを手に入れた結果なるものではなく、今持っているものに気づき、感謝することで得られる。フレーデニック、フレ、フレデリック、 経営日比さんが言ってますなんだってなんだって注目してほしいのはもう忘れたわ前のセリフなんだった我々は忘れがちだが幸せはないものを手に入れた結果なるものではなく今持っているものに気づき感謝することで得られるああなるほどねいろんな名言があるね幸せのねこれは多分聞いたことあるんですけど相田みつ雄さん 幸せはいつも自分の心が決める、うん、聞いたことある人間だものじゃないほかあるようなないような、うん、いろんなね名言を発している方なのでうんうん、うん、力強い言葉じゃないですかうん、うん幸,えー、幸福のかけらはいくつでもあるただそれを見つけることが上手な人と下手な人とがある、うん、ああはいはいはいうん、うん、だ2人は上手って話でしょ そうだねうでデンは下手ではないね全然下手じゃないと思うだってさお金がないことにさこんなに幸せを感じられる人ってなかなかいないと思うからうんそうだよだって普通だったらお金ないもう嫌だみたいなって感じになるじゃんああまあまあそれをあお金のありがたみ知ったまジ幸せみたいなポジティブいいうポジティブいいと思うそういうのめっちゃいいと思う なんかそうそうう最近さ心がけてることがあってあのなんだろう今まで人の例えばあこ,ういうこの人のこういうとこいいなって思った時にさそれをその人に伝え,伝えるってことがさなかなかできなくてな恥ずかしくてできなかったんだけどこのある友達がなんかすっごいなんかいろんな人に何だろう あ,こあなたのこういうところが素敵だと思うよとかっていうのを伝えてるのを見たときに実際私もそういうの伝えられたときにあなんか普通に嬉しくなるんだよね、単純にありがとうってなるじゃん、うん、それを感じたから私もじゃあそれちょっとやってみようかなと思っていいなって思った人がいたらその人にちゃんとあこういうところ本当にいいよねっていうのをさりげなく伝えるようにしたんだよね。そしたら,ら自然とさ その世の日常が、うん、なんだろうひ一人一人の悪いところよりもいいところを見つけられるようになってきてなんだろうそれがやっぱさ人の悪いところよりもいいところを見つけられる日常ってさすごいなんか幸せ,うん、うん、幸せなことだねでなんかそういうのって幸せだなって思ったいいと思う <laughs> <laughs> なんかそう斉藤さん斉藤さん斉藤和人さん斉藤和人さんはい、はい 今日だけ幸せに生きることを考えてください、うん、もっと言うと今だけ幸せに生きることを考えてください、うん、人生って長いように見えても結局今の連続ですから今幸せな人は明日もあ後っても幸せですよって<ー>深い今の連続なんだってなるほど、ね、この瞬間に幸せあれ幸せであれ、うん、この瞬間こそが人生だ、うん まるハイアームさんすごいねんかいろんな名言があってマインドフルネスって言うんだっけこういう思考のことああんかあったよねマインドフルネス今を見る今に焦点を当てて生きるっていうあそうね一つのんだろうものを食べる時でもその食べることだけに集中してそれを味わうみたいなななかかささ今って なんか周り見ててご飯食べながら携帯触ってるとか普通じゃん正直うん、うん、そうそうでなんかふと思ったんだけどご飯のの味かかってるのかなっててるなあ,<ー>あそれ授業でやったよねうんうん、うん、そうそうそうそれでなんか実際ご飯だけを本当に味わってみたらなんかね新しい発見があるのかなって思うよ、ね、こんな味するんだこんな形しててこんな食感なんだっていうあ、うん。うーんあー 今を見ることの大事さに気づいたた授業だっよそうそうそういうね授業が心理心理学の授業であってあ、えー、そう、はあ、俺もできてないかなそれはできてない、うん、ご飯食いながらラジオとか聴くからあ<ー>あ,<ー>あでもラジオかもラジオの方集中しちゃってるからごはんあそっかそっかそ まあ幸せのあり方はそれぞれだから、ね、<laughs> <laughs> まあそれぞれだよでもね、うん、幸せでいるために必要なことっていうのがあって1笑顔でいる 2,、うん、2いつでも自分らしくいる、うん、3人とは比べない、うん、4友達を大切にする、うん、5今を思いっきり楽しむ6どうでもいい人の批判は気にしない7大切な人が近くにいる 必要なことなんだって<う>あじゃあ俺幸せかもしれん、うん、あなんかこれ聞いたらさ、うん、みんな幸せだよなって思うよね、うん、ねこれに気づけるかどうかだね<う>本当に日々のちょっとした喜びを大切にし足元の現実を少しずつ積み重ねていくことが明るい未来につながっていくんだってうーん, <laughs> なんかねうん、うん こういう言葉が好きすぎて、ノート作っちゃったんですよ。すごい、すごくないですか見えますかすっごいなんかね、一つ一つちゃんと手書きでね、幸せのいろんなね、名言とかね、幸せ以外にも多分あると思う。あるあるある、勉強頑張る、頑張れるようにする考え方みたいなのとか、こういう一つ一つの名言、ちょっと。 参考に生きています <laughs> いい、ね、幸福になる秘訣をお教えしようできるだけいろいろなものに興味を持ち物事であれ人間であれ興味を感じるものを無視せずできるだけ好意的に接することだ尊敬すべき幸福な人は逆境にいてもつまらぬことは苦よくよせず心配しても始まらないことは心配せず自分の力のないことは天に任せて 自分の心がけを良くし根元から再生の努力をする人である。うん深くない？めっちゃ共感するわ。それは共感したの本当に。当にはあなるほどって <laughs> まあ心配症の癖があるんですけど。 この言葉聞いて、うん、あそうだよね心配しても始まらないこと心配したって意味ないなって、うん、自分の力ではどうにもならないことってもう願うしかないから天に任せて、うん、っていう言葉がなんか染みたいいね、うん、いい言葉がたくさんあってたくさん,ん、ねね、他にもねたくさんあるんですけど時間が来てしまったので,で、ねはい、こんな感じで幸せについてのトークを してきましたが、皆さんの幸せなエピソードもこれからもあこのね時間でもどんどんお待ちしてますので、ぜひぜひ皆さん送ってきてくださいお願いします。はい、いますはい。ということで一旦 C.M. に行きたいと思います。一旦 C.M. です。ちょうど25分。そうね。25分でじゃあ次はタイトルコールから始まる。あ音楽。音楽。あれなげないといけない。 ねあのマックスにいい。うん。ツイッター使いにくくなってる。な慣れないまだ。あわかる。どうなってんのこれ。 来週のさあ、テーマとかって考えてる?うん。考えてない。どうしよう。<laughs> うよう前もさあ、ラジオ中に考えたわけ。すご、そ <laughs> なんか、あれだよね。ジューンブライドみたいな。感じで、幸せっていう意味だよねってなって。ああ。それで幸せ。ってっ結婚生活のさあ、幸せエピソード見つけてしまった。うん、あ、本当に?。<laughs> 遅かった。遅かったね。なんか終わっちっ、わ、じゃ、時間があれば。<laughs> どうしようかな、じゃあ、来週は。 七月七月夕願い事じゃないあ七月来週あ七夕でよくない願い事みたいなあ、いいね。みんなの願い事。じゃあそうしよう。オッケー。決まりましたはい。決まったー。決まりましたー。七月早くないえ、待って。半年終わるよ。やばいやばい。 タイトルコール。タイトルコールから。は,はい。お願いします。日常の違和感。 コーナーは？そうそうそう。どんなコーナーですか？はい。このコーナーはですね、えっと日常にある違和感を自分が感じた違和感をですね紹介していくコーナーとなっております。はい。もう早速ね、音楽からだいぶ違和感だわ。昼のラジオにね、80年代の。うん。80年代の曲が流れてますよ。シルさんの迷い道流れてます。じゃあ早速お願いします。お願いします。えっとじゃあ。 まずお帰国での話なんですけど計測する人ってわかりますあの赤と白の棒を持って向かい側に黄色いカメラみたいなのを持っている人たちいますよね作業着姿で怖い顔してた人がいたんですけど、うん、赤い白い棒を持って、うん、その人がねあのちっちゃい可愛い,いフリフリのついた日傘さ,さしてたんですよね。うん、<laughs> それなんかえあ 日焼け気にしてるんだって思って違和感があったっていうのを紹介するコーナーですから違和感だけですからお笑いとか関係ないえ芸人だよね関係ない関係ない芸人だったらそういうお笑い要素とか取り入れたりとかいいいいいいだってこういうコーナーでしょこういうラジオでしょそうだねだから別にあそうなんだあそっかそっかいいオッケーだからそうやっぱ自分だけの力じゃちょっと 力不足だからリスナーさんにもちょっと感じた違和感なんか送ってほしいこんな感じですよみたいなぜひ皆さんが感じる違和感をぜひ送ってきてほしいですお願いしますメールとかツイキャスのコメントとかでも待ってますのでお願いしますじゃあ2つ目いきますかはいえっとですねこの暑いじゃないですか最近暑いね冬も明けてね で友達がね長袖入ってきてて「うん、はお前暑くないわ」って聞いたら「うん、ああの車のクーラー寒いから長袖つけてきたばえ」<laughs> <laughs> はってて「<laughs> いやよくない別に半袖でクーラー消せば窓開ければいいし」って思ったけど。うんうん <laughs> そいつなりには、なんか違うらしくて。<laughs> うんうん。クーラーはつけたい。<laughs> うん。けど寒いから、長袖って。うん、もうよく意味わからない。ああ、でもちょっと、私ちょっと気持ちわかるんですけど、<laughs> うん、寒がりなのかわからないんですけど、うん、人が半袖で熱々してる時に長袖着てる時あるんですよ。うん。あるね。わ <laughs> <laughs> かる <laughs> あるね。<laughs> なんか特にしかも冬物のモコモコの服とかを着たりする上からね、うん、おきこくって。 クーーラガガンンいてるじゃんこの前土曜日の授業の時に講義1時間半あるんですけど初めからとっても寒くて鳥肌ずっと立ってる状態で1時間我慢したんですよ寒いって言いながら授業に集中できないわけ授業に集中できないんだけど本当にちょっと限界が来たみたいで気分悪くなってもう もう無理って思ってちょっと抜け出してしまったんですけど、うん、その時やっぱり上から羽織るものがないときついなって思って<ー>でも次の次の2軒その時が1限で2限も授業あったんですよね、うん、その教室も早めに行ったんですよねもう抜けちゃったし、うん、早めに行ったらやっぱり寒かったから。 クーラーの温度見に行ったら23度なんですよ。寒いわ、それは。なんでこんなに寒いのって思って、もう26度まで。本当は27度ぐらいにしたい気持ちだったんだけど、ちょっとみんな暑いのかなって思って、26でちょっと止めて。そうね。1度だけ押したね。そうそうそう。そこはちょっとだけ押して、26度にして、いいぐらいだった。いいぐらいでも寒かったんだけど、本当はね。なんだろうね。お帰国、あのままだったらみんな風邪ひいちゃうと思うわけ。本当に寒い。 だからもう、寒いよね次から早めに教室行って、うん、ちょっと適温にする係やろうと思って <laughs> いいと思う。うん、お帰国に貢献しようと思ってる。だからその、ね、就職のね、面接の時とかに、うん、あなたが学生時代に一番頑張ったことは何ですかうん、うん、はい。私は、<laughs> 沖縄国際大学のみんなが健康に生活できるように、うん、授業を受けれるように、うん、授業に集中できるように、うん、適温に、 するため早めに学校に行き、クーラーの温度を上げてました。採用なるね。これは採用の鉄になるわそれは。うん。だいぶ貢献してるもんだって。してるしてる。寒いも。本当にねそういうね役目大事だから。つがり多いのかな。どうなんだろうね。寒いけどね。てかさ寒いとか言いながらさ半袖半ズボンだね。めっちゃ寒そうなんだよ最近から。通気性のいい服だから。うん。寒い今も。 じゃあその長袖着てるお友達はまたお帰国のクーラーにもちょっと寒い思いしてるのかもしれないもねそれに対応できるように最初から長袖にしてるのかもよだって暑いのにさ上から羽織るもの持ち歩くのもちょっと面倒くさいしだったらもうどうせすぐクーラーに入るし。 車でクーラーつけてお帰国ついてお帰国超寒いし結局も長袖でいいじゃんってなってるのかもしれないかもねだしさなんか車の中がめっちゃ寒かったらさ外に出ても少しなんかまだ涼しいじゃんわかる長袖でもいけるっていうことで長袖のまま来たのかもしれないねああ、もしかするとで駅がそのままそのまま体温服にまとわりついてるから それれれでで乗乗りり切切るる <laughs> 意外と乗り切れるよ <laughs> マジで俺めちゃくちゃ暑がりなんですけど、ね、そっか,かそっかそっか気持ちわかるかもそのお友達の違和感違和感,違和感だ俺にとっては違和感かな <laughs> うん見た目的にはだいぶ違和感だだいぶ違和感だわ <laughs> そうだね見てる人が暑いかもしれない一応思ってるんだよ自分でも、うん、あ見てる人は絶対暑い季節障害って思ってるんだろうなって思いながらも自分のこの寒さに耐えられないからうん でもね、なんか、周りの目を気にせずに、自分に正直になろうそうだね。ああ。大事。大事。そういうの。はい。全然、なんか真冬でも、その半袖半ズボンでも全然大丈夫だからさ。あ、強い人いたよね。必ず小学校ぐらいに。そう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 。半袖半袖。半ズボンで。てかさ、うん。小学生の頃さ、なんかルールなかった長ズボンを履いちゃダメっていう。あわかる。あった。あったよね。あれ長袖は OK なのにね。疑問だった。 違和感あ見つかった見つかった見つかったそうそれすっごい違和感だったなんでだろうんか知ってる方いたら教えてくださいはい理由とかねはいじゃあどうするもう終わるもう一個いくもう一個いく。もう一個あるんだったらお願いしますはいはいじゃああのね俺が先にねエレベーターエレベーター待ってるのそしたら後からあの 女子の集団来て俺一人先に乗るけどあとから女子入ってきて俺がアウェイみたいな空気出されるのがすげえ違和感で俺先にいたのになんでお前いるわみたいな顔してるのあれ嫌じゃないあれ思わん逆の立場とかない逆の立場の時あるあるねある男子の集団が入ってきたってことでしょ あ、でもなんかそんなになんだろう私は気にしないタイプなのであー携帯に逃げるか、どこか空を別に気にしてませんよ、オーラ出してるわあはぁはぁはぁえ、なんかあからさまにな何みたいな感じだったのその女性の軍団はさっきまで喋ってたのに入った瞬間に急に黙り込んであー気まずいチラッチラて見てくるからえそれはちょっとねなんで俺が見ないほしいよね、そこはね ったのこの何だろう無言のうんこの次の回に着くまでの無言の時間ってあるよね <laughs>、うん、気まずいよね <laughs> 気まずいね確かにお友達がいればお友達と喋ってちょっと何ていうの、うん、この無言の空間ないですよみたいなできるんだけど、うんうんうん、それもそれでちょっと気まずくないあ まあしかなところで会話するとみんなに聞こえちゃうんで。それで気まずいか。うんうん。じゃあ正解だったんじゃない？この女性の注目。注目。じゃあ注目も嫌なんだよな。じゃあ何回あいや何回ですかみたいなのが欲しいの。あ、そっちの会話した方が楽かもね。ああ。友達も増えるし。 友達になる友達になるんだ。ひより子みたい。ちょっと早いんだけど友達なんの。でも目があったら友達だからさ。じゃ話かけた方がいいよね。別に。そうだね。行けるんだったら。何学科ですか？何学科までは言わなみたいな。じゃレベル高いなそのナンパは。この辺で。はい。うんうんこのコーナー終わるか。 はい終わります。かはいっていう感じでねなんか知念がこれから違和感をね紹介していくのででもなかなかねやっぱ知念だけの違和感ではっと足りないと思う全然足りないもう結構玉切れ感が出てるでしょうだからぜひ皆さんからもね募集したいと募集します助けてくださいはい知念を助けてくださいお願いしますお願いしますじゃあめてくださいはいじゃあ終わりますはい 今週の疑問日頃生活している中であるいは新聞やニュースなどを見ていてそれどうなのと疑問に思うことありませんかこのコーナーでは難しいことからほんの些細な疑問まで様々な疑問についてメンバーで議論を繰り広げていきもやもやを解消していきたいと思いますということで今日の疑問は ドライブスルーの時にメニューを選ぶ時間がないことについての疑問です。あ<ー>これ、あのー、私、よくドライブスルーとか行くんですけど、うん、マックとかさなんかすぐ車で行ってメニューを選ぶところってないじゃんあ分かる、注文する事前にメニュー見せてほしいっていう話でその時間欲しいっていつも思うわけ。うんうん そのまま注文するところに行かないといけなくて、うん、そこでめっちゃ焦って、うん、なんか、選び、選びたいけど結局いつものやつ頼んじゃうんだよね。あ<ー>あ<ー>、そう、それが、なんか、そう疑問に感じてしまった。なんか選ぶ時間ないのかな、みたいな。<laughs> 前もってアプリでメニュー確認するんじゃないのああ、そういう、そんな、そうなのみんなそうしてるのかな 俺もそのタイプだからなんていうのアプリ確認するんじゃなくてその場で行って決めたいんだけどせかすさなんか嫌そうな声するあれ、時間計ってるみたいなの聞いたことあるんだけどドライブフルーの時間。 え、時間と言うと注文し、注文時間。注文してから終わるまでの時間。え、なんでなんでなんでえ、わかんない。それはあれ、店員さんへのノルマみたいな感じノルマなのかなじゃあ早く、もう余計にね、早くしないとってなっちゃうね。そしたら。なんか、ね。そんなこと言われたらもう、行きたくない。ごめんごめん、ごめんごめん、ちょっと待って、ちょっと待ってって思いながら。なんかチーズバーガーにしようか、それともちょっと新作あるか、それにしようかって悩めない。 悩めない。<laughs> 結局いつもチーズバーガー頼んんゃうんだよね。マックに行くまでにあ、まあ、今日マック行こうって思ったら、うん、あクーポン見ようってなる <laughs> <ー>ア,プリアプリでマックのアプリがあってそこにクーポンがあるので、うん <laughs> まあ、チキンナゲットって結構200円とかします あ、そういうのが、たまにめっちゃ安くなって、100円 ?150 円とか、それぐらいになったりするから、お得じゃないですか。今日は何が安いのかなって、一回見て、クーポン。あー、もし、ああいいのないなってなったら、メニュー、メニュー表を見る、今度。メニュー表を見て、これかな自分の胃袋に合ってるのは。って選んで、よし、これ食べるって言って、マックに向かうんですよ、自分。ああそうか。そしたら、じゃあ、そのね、 急かされるっていうことはなくなるんだねそうしたらいいのかなでもなんか思ったのが結構ご年配の方だとさそういうのできないじゃんだから多分思いつきでというか目に入っていくと思うでその時にこのマイクの前にさ行ってさもう言われるじゃん着いたら即ご注文お決まりですかみたいな決まってないじゃんまだ ね結構ね、なんかちゃんと集中して悩みたいんだけどどうしてもやっぱね、せ <laughs> かされるから、うん、なんかも前に、その前に注文あ、メニュー表があればいいのかなって思った<ー>うーん。そっか、ないななかったったけないんだよね、それがなくてその結構探したりしたんだけどなかった。へ<ー> そういう改善策があれば、改善策なんか私がそんなこと言ったらいいのかわからないんですけど、なんかそういうのがあったらいいのかなってちょっと思いました。はいっていう疑問、それとも解決ななんじゃい解決したそれが改善されたらねアプリで見れる人はアプリで見ればいいしメニュー表があればいいのかなって思いました。はい っていう感じでじゃあこの疑問はまあまあ、はい、解決するだろう<決>ってことでいい、うん、ですかと <laughs>、うんはい、いうことでじゃあ次の疑問は回、うん、答回答するっていう回答っていうのがあるじゃん、うん、その回答の漢字って2種類あるのわかるえ答って時計回答そうそうあのすね。 回答のまず一つ目の漢字が「回る」って書いて回答回るに答えって書いて回答あはいはいはい解くっていう漢字に答えって書いて回答ってあるじゃんうんあるねそれの使い分けああにすごい疑問感じてたえ調べた調べたあでも言わない今。なーで？でみんなに予測してほしい予そのなんだろう使い分け使い分けかん回答用紙ってさうん あの特報の回答用紙って書いてなかったっけうんうんあのテストとかの回答用紙はで俺の記憶だとアンケートとかは回すだったような気がするへーはい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 違うかな全く気にしたことなかったえ教えてえっとね一応これは まあ、インターネットで調べたので分、うん、かんない本当に当たってるかどうかは分かんないですよ分、うん、かんないんですけどまず回る方の回答うん、うん、っていうのが質問や要求要望に答えることやその答え、うん、っていうことになってるわけ、ね、ああああでで解,解く方の回答っていうのが問題を解いて答えを出すことやその答えあ<ー>あ<ー>なるほど。いうものがあって、まあ、もっと分かりやすく言うと、うんうん とね「回る」の方の回答っていうのが質問に対してなんか質問をされるわけ投げかけられるわけ、うん、それに対して自分の考えなどを言うことなんだけど解くっていうのは出された問題とか答えがあるみたいなそうそうそう,そう <laughs> とかを解くことでもっと分かりやすくなんか例文がね紹介されてたんですけどまず「回る」方の回答っていうのが。 アンケートに回答する当たってるうち賢い。えっさっきんかけたって聞いアンケートに回答するで友達の質問に回答するで調査に回答するっていうのが「回る」の方の回答なんですけど「特報の回答」っていうのが数学の問題を回答する問題集の回答を見て答え合わせをする。うん で、クイズの問題に回答するっていう感じでなんかなんとなく分かる違いそう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 なんか解く方の回答っていうのはテストとか勉強とかでか人間ではない<ん>人間ではないものが答えているう,ーん<ー>うんああ人間ではないものが答えている <laughs> どういうこと <laughs> いやなんかなんだろうまあ要はなんだろう人から質問をされて答えるのは回る方の回答だけど問題とかで出されて答えるのは解く方の回答、うん、正解があるかないかってことななのかななっていうことにもなるのかもしれないですねっていう意味だそうですう。そうっていうのがあるらしくて私、これにちなんであと一つ疑問だったのが十分ってさ、漢字あるじゃん、二種類、はい。十分 十十分に数字のあ数字のっていうか漢数字の十の十分と、うん、充実してるの十の十分があるじゃん。あるね。それの違いなんだろうと思っていつもさ感想とか書くときに結構なんか十分理解したとかさはい、はい、書くときにこれどっちで書けばいいんだろうって毎回疑問だったんだよね。でももこれもさ調べたんだけど、はい なんかさすっごい曖昧でうん、うん、どっちでも当たってるらしくて<ー>そうそうそう辞典とかで好きな書いててもそう好きな方を書いてもいいらしい同じ意味どちにも当たってるでもどっちかというと「うん、充実してる」の「十」の方が深い意味での理解した理解っていう意味になる手は書かれてたえ<ー>そうなんかね<あ>不思議じゃない じゃあふか繰り返したときは、うん、ミツルミツルさんも書くじゃん。ミツル書けばいい。でまあまあまあ、まあまあ、理解したかなぐらいの時はあちょっと自信ないけどまあ一応理解したしっていうときは、うん、数字の十書け十を書けばいいの。うん、っていうことらしいよ。そうなんだ。うんでも数字の十のさ十分って十分とも捉えられるじゃん。そうだ、ん、ね。うん、だからなんか紛らわしいよね。っだったらもうミツル書いた方が。うんミツル書くからまあミツル書くんだったら。うん ちゃんとね、しっかり理解しないとね。<laughs> そうだね。うん。っていうことで、はい、解決したね。はい。はい、しました。<laughs> しました。ということで、今週も疑問について議論していきました。このコーナーでは皆さんの疑問をお待ちしております。些細なことから真面目な疑問まで、どんな疑問でも構いません。どしどし送ってきてください。以上、今週の疑問でした。 はいということで、お帰国ステーションエンディングになりました。はいとですねなんかさっき、えっと、幸せエピソードいくつか紹介していったんですけどまだエピソードがあるみたいなのでもえの方から紹介してほしいと思います。はい、お願いします今月6月でジューンブライドということで結婚生活での幸せエピソード。はい、ちょっとね うん、お届けします。はい、<laughs> エピソード。はい。昨日さん昨日残業して2時頃家に帰ったらリビングに行き倒れた状態の嫁と娘が。嫁の手にはクラッカー。娘の手にはパパ、お人情日、おめでとう。ひらがなね。<laughs> お人情日、<laughs> おめでとう。のカードが。うん、部屋はお誕生日パーティーの飾りが 冷蔵庫には食べかけの俺の大好物のラバニアとケーキ。過去。どちらも普段は太るからと、めったに食卓には上がらない。過去閉じ。と、シャンパンまで。残業だから先に寝てろって言っといたのに、泣きながら布団をかぶせたら嫁が起きて、ごめん、1時まで頑張ったんだけど、とその声で、娘も起きて寝ぼけ。 ね、寝、ね、ぼけた顔して、パパ開けましておめでとう <laughs> また泣いた。はい、でもこれ書きながら思い出し泣きしましたという、えー、いいね。エピソードがありますね。いいねうん、幸せだね。そういう家,家庭ってね。 幸せすごい可愛いね、お誕生日おめでとう、娘にそんな、しかもね、おう家に帰ったら、娘とお母さん、お母さんじゃないか、お嫁さんが二人で自分の誕生日祝うために待っててくれたっていうのが伝わる可愛いいエピソード、結婚っていいね、っね幸せえとですメールが来てますので、読みたいと思います。やほ 福岡は本格的に梅雨に入って昨日から強めの雨が降ってるよあすいません、えっとですねこちら、親方ですということで、みきおさんからのメールですね、はい、はい、で梅雨に入ってますよ、毎日結構ジメジメしててつらいっす、あー、沖縄の太陽の日差しが恋しい、うん、テーマ、幸せか、福岡来てからの幸せはダーツで友達が増えてったら幸せかな。 あと、大学の友達とお互いの近況報告してるときかな。それと、今日は何も予定がなく、昼からオリオン60周年記念、あ、60周年記念ラベルのビール飲みながら、置き捨て聞けてることも、聞けてることも、俺にとっちゃ幸せかな、ということで。嬉しいありがとうございます。ありがとうございます。ますで、後輩たちが頑張ってるの見たら、なんかお父さんの気持ちになる。<laughs> じゃあ引き続き聞いてるよ、ということで。 ねオリオンのねビールの写真も載せてくれてますありがとうございますありがと親方ありがとうございますお親方二十二日誕生日だったんですか木曜日ですか先週のおめでとうございます親方二十二歳おめでとうございます二十二二十二歳あ二十二歳じゃない二十二日誕生日なんだ二十二日に誕生日だったんですよねえおめでとうございます そうなんですね、えー、ケーキ食べました自分で作って食べたかもお料理上手あーいいそっか、えー、ありがとうございますラジオを聴いてる時が幸せって嬉しいね嬉しい嬉しいですええー、いいですねということで来週、うんうん、あ、ツイキャスにコメントが来てますねありがとうございますえー、っとあ キャスも更新さされてななかったでごめんなさいどううしようど,どこから紹介したらいいか分からないんですけどでルドルフさんから来てました、うんえっと、回答回答とかいろいろあるんですけど、うん、あ,はい,あはいはい、うん、えっとコメントいろいろありがとうございますとですねいろいろ来てるんですけど、はいうん 幸せエピソードについてのコメントとかもいろいろ来てますね。ありがとうございます。ありがとうございます。といはい。ということで、来週のテーマなんですが、うん、来週のテーマが、七夕。はい。七夕ということで、まあ、7月に入るので、うん、七夕についてのエピソードだとか、うん、あとは皆さんの願い事についてとかね、いろいろ待ってますので、お願いします。うん、はい。これ、ツイキャス、 できた更新されてますか、開始れされてますか大、ねあ、大丈夫ですか。うんはい、ということで、すいません、なんかグダグダになってしまって、ごめんなさい, <laughs>、はい、いろいろね、ごめんなさい、ルドルフさんと、あとみきおさんからコメントが来てますね、ありがとうございます。 大丈夫ですかはい。ということで、はい、あ、ルドルフさんありがとうございます。おつおつです。ひよりこさん、ち年君くん、もえさん、えんそさんということで、<laughs> はい、ありがとうございます。ありがとうございます。来週も、えっと、はい、メールなど、また、ツイッターのコメント、メッセージなども,も、えっと、お待ちしてますので、ぜひ皆さん送ってきてください。はい、ということで、今週は、この辺で締めたいと思います。はい。今週の放送をお届けしたのは、ひよりこと。ち年と。もえです。 でし,ーでした。<laughs> はい、ということで <laughs> 来週もお願いしまーす。はい、お願いしまーす。さよなら。